俺の名前は林翔太郎。親父の会社である林製薬で一社員として働き始めて1年、親戚の勧めでお見合いに行った俺はそこで初恋のマドンナに遭遇する。嫌われていたので断ろうとした俺にすがりついた彼女は俺に驚きのお願いをしてきたのだ。え、俺がお見合い？ああ、お前のおばがどうしてもと言って聞かなくてな。お前に相手がいないと聞いて我が社の将来を憂いて見合い相手を見繕ってきたそうだ。憂いてって、俺はまだ23だぞ。結婚するにも後継ぎ作るにしてもまだ早いだろう。彼女だって1ヶ月前に別れたばっかりなのに。おばさんっていつも勝手に決めるんだからな。そう言うな。俺としても我が社の今後のことを考えるといい縁談だと思う。お相手は大谷製薬のご令嬢だぞ。え、大谷製薬？もしかして大谷晴美？そうだ。お前とは中学校まで一緒だったか。綺麗なお嬢さんに成長しているぞ。ほら、写真を見てみろ。俺は父さんに手渡された写真を見た。そこに写っていたのは、俺の記憶よりも大人びて、美人に成長した晴美の姿だった。顔を見たのは約8年ぶりだが、少し切れ長の美しい目や、長いまつげ、豊かな黒髪、女優顔向けの美貌は、昔の印象そのままだ。しかし俺は古い記憶を思い出して胸が痛んだ。晴美は俺の初恋の相手。そして晴美は俺のことを目の敵にして嫌っていた。彼女は頭のいい社長のお父さんと元女優のお母さんの間に生まれた。頭はお父さんに、顔はお母さんに似た彼女は幼稚園の頃からかなりモテていた。その頃からずっとクラスのマドンナ扱い。同級生の男子の半分は初恋が晴美だったと言っても過言じゃないと思う。かくいう俺もその一人だ。俺は中学1年の文化祭の時、思い切って晴美に告白した。晴美のことが好きだ、俺と付き合って。ごめん、無理。え、どうして？どうしてって当たり前よ。林製薬の息子とかライバルだし、翔太郎だけとは付き合うとか絶対無理。でも会社は大人がやることだ。俺たちには関係ないだろ。関係大割り。だって付き合ったら最後は結婚するでしょ。結婚相手だけはしっかり決めなさいってパパに言われてるから。晴美はそう言うとくるりとキビスを返し、一度も振り返らずに立ち去っていった。俺はその後違う恋をしたし、何人かの女の子とも付き合ったりもしたが、自分の中で晴美のことは特別な思い出として残っていた。もちろん特別に嫌な思い出としてだ。初恋だったし、初めての告白で初めて振られた。それがかなりショックだった。しかも告白の後、晴美は俺を目の敵にして嫌い、明らかに無視したり避けてくるようにもなった。実家の会社同士が競合相手であるのは事実だが、学校にまでその関係を持ち込まなくてもいいのにと最初は思っていたが、晴美があまりにもひどい態度をとってくるので、俺は晴美のことが嫌いになった。高校は別のところに進学し、それ以来会っていなかったが、まさか大人になってからお見合いをすることになるとは。昔なら手を組むなんて考えられなかったが、今は不景気の影響で、うちの会社も晴美の会社も経営が芳しくない。ライバルとして張り合うより、縁を作って共同戦線を張る方がいいと、親父たちが判断したのだろう。だけど、晴美と結婚か。複雑な気持ちを抱えたまま、
俺は見合いの席に赴いた。8年ぶりに再会した晴美は写真通りの美女だった。清楚な格好に身を包んだ彼女は誰が見てもおしとやかな大和なでしこだ。仲人を挟んで形式的に自己紹介をし合い、あとは若いお二人でという流れに。まさか晴美と見合いすることになるなんてな。そうね。俺残念だけど諦めるわ。だって晴美俺のこと嫌っていたもんな。ちょっと待って。晴美は急に大声を出し身を乗り出して俺の腕を掴んできた。私翔太郎と結婚しないとダメなの。ダメってどういうことだよ。今回のお見合いがうまくいかなければ高木製薬の次男と結婚させられるの。あの男のこと翔太郎も知ってるでしょ。あの遊び人で有名な、毎晩繁華街で遊び歩いて朝帰りしているっていうダメ息子か。そうよ。そのダメ息子と結婚させられることになるの。お父さん会社のことしか考えていないから、私の気持ちや私の幸せなんてどうとも思ってない。だから俺との見合いも OK したんだな。晴美は俺と結婚なんて嫌だろうに。だからそれが違うの。え、学生時代のことを気にしているのなら謝るわ。本当にごめんなさい。そしてお願いします。あの時のわだかまりを水に流して私の夫になってください。晴美はそう言って俺に向かって頭を下げた。昔からプライドが高かった彼女が俺に対してこんな風に誠心誠意謝ってくるなんて、俺は不覚にも少しだけ感動してしまった。8年間会っていなかったことも幸いし、彼女を許そうという気になれた。晴美は美しいし家柄も合っている。俺を嫌っているという性格さえどうにかなれば結婚相手としては申し分ない。それにやっぱり彼女は俺の初恋の相手だ。クラスメートはみんな晴美が好きだった。マドンナだった彼女を妻にできるのは単純に嬉しかった。頭を上げてくれ晴美。昔のことは俺も大人げなかったよ。俺たちやり直そう。ありがとう。晴美は顔を上げると俺の顔を見てにっこり笑った。今まで見たこともないような嬉しそうな笑顔だった。そして俺たちは婚約した。実際に結婚するまでに約1年間、交際期間と晴美の花嫁修行の期間を設けることになった。俺も晴美も大学卒業して社会人になったばかりだ。結婚して家庭を築くにはまだ早いという親父たちの考えもあったのかもしれない。晴美の父親は頭はいいが考え方は古風で厳格だった。結婚するまでは体の関係を持たないように約束させられ、俺と晴美は清いお付き合いを続けた。俺たちは過去のわだかまりを解き、少しずつ仲を深めていった。晴美の美貌は俺を虜にしたし、晴美も俺に好意を持ってくれていた。高木製薬の次男から逃れるために消去法で俺を選んだのかと思ったが、どうやらそうでもないようだ。晴美ってもしかして俺のこと恋愛的に好きなのか？何よ、いきなりそんな恥ずかしい質問して。ふと気になって。お見合いだから恋愛感情がなくても結婚できるけど、晴美は積極的にスキンシップしてくれるし、普通の恋人同士みたいだなって。子供の頃から好きだったわ。でも俺のことを嫌っていただろ。そうじゃないの、本当は好きだった。え、翔太郎が告白してくれた時嬉しかった。でも私たち家同士がライバルだから絶対一緒になれないと思って。
OK したら後々辛くなるだけだって思っていたから、いっそのこと嫌われようとああいう態度を取ったの。でも本当はすごく苦しかった。そうだったのか。照れながらも真実を明かしてくれた晴美のことを俺は愛おしく思った。俺の方は晴美に振られた後別な彼女を作ったりしたが、晴美は厳格な父親の方針もあり誰とも付き合ったことがないという。偶然とはいえ俺のために純潔を守ってくれていたような気がして嬉しかった。俺たちは1年後の結婚式の準備を進めつつ恋人としての幸せな時間を重ねた。だが婚約から半年が経った時、俺は信じられない光景を目にしてしまう。その日は晴美とディナーに行く約束だった。俺は仕事が長引いてしまい待ち合わせ場所に急いで向かっていた。待ち合わせ場所に晴美が立って待っていた。だがその隣にもう一人、あいつ高木製薬の次男じゃないか。遠目から見て俺は晴美がナンパされていると思った。二人は距離が近かったし晴美が迫られているように見えた。急いで助けようとしたが違和感に気づいた。晴美は笑っているからだ。高木に迫られて嬉しそうな笑顔を見せていた。俺にしか見せない照れたような可愛らしい笑い方。俺は急に疑心暗鬼になった。晴美に限ってまさか浮気なんてと思ったが、疑念はムクムクと膨らんでいった。高木はすぐにいなくなったので俺は何食わぬ顔で晴美に近づいた。晴美、遅くなってごめん。ここでずっと一人で待ってたのか。ええ、喫茶店とか入っていてもよかったのに暇だっただろう。大丈夫よ、翔太郎のことを考えていたら時間が経つのはすぐだったから。晴美はそう言ってあの可愛らしい笑顔で俺に笑いかけた。高木製薬の次男と一緒だったじゃないか、どうして嘘をつくんだと聞きたかったが聞けなかった。聞く勇気がなかった。俺はモヤモヤしたまま晴美と一緒にディナーを食べ夜景を見てそれぞれの家に帰った。それから俺は常に晴美に対して疑念を抱くようになってしまった。晴美は今まで通り俺に対して甘い言葉を言ったり可愛らしい笑顔を見せたりしたが、俺は信じきれずにいた。翔太郎と一緒にいるだけで楽しくて幸せ、結婚したらどうなってしまうのかしら、幸せすぎて変になっちゃうかも。晴美はよくそんなことを言ったが、そんな言葉も知らずらしく聞こえるように、結婚式まで3ヶ月を切り式の準備も本格的に忙しくなった。そんなある週末、俺と晴美は駅前で待ち合わせをしていた。式場の担当者と打ち合わせをする予定の大事な日だったが、約束の時間を過ぎても晴美は現れなかった。俺は何かあったのかと心配になった。だが晴美が高木に笑いかけていた光景が頭の中によみがえり、それまで抱いていた疑念が爆発した。晴美は俺を裏切って高木と関係を持っているんじゃないか、俺と結婚する気なんかないから式の打ち合わせもすっぽかしたんじゃないか、そんな考えだけが俺の頭を支配した。さらにその瞬間、俺の目に飛び込んできたのは、高木と談笑しながら楽しそうに歩いている晴美の姿だった。俺は自分の疑念が当たっていたことを理解して怒りで頭が真っ白に、先に高木が俺に気づきにやりと下品な笑みを浮かべた。そして晴美も俺に気づいた。だが彼女が浮かべた表情は予想外だった。俺を見て泣きそうな顔になっている。俺はその表情を見ると
怒りに包まれていた気持ちが一気に落ち着き、冷静になれた。晴美は演技であんな顔ができる人じゃない。俺は全力で二人に駆け寄った。そして晴美の腕を引っ張り、高木から引き離した。俺の婚約者に手を出すな。晴美は俺の腕の中で震えていた。翔太郎と、か細い声で俺を呼び、ぎゅっと抱きついてくる晴美。彼女が浮気をしているなんて、どう考えてもありえない。俺は高木をにらみつけた。高木は未だにニヤニヤと笑っていた。晴美さんは僕のものだ。そうだろう、晴美さん。違う。晴美は俺の婚約者だ。勝手なことを言うな。僕は晴美さんに聞いている。お前には聞いてない。さあ晴美さん、答えてくれ。高木がニヤニヤしたまま言った。妙に自信たっぷりな様子は気になったが、晴美は当然俺を選んでくれる。俺はそう思っていた。俺の腕にしがみつき震えている彼女はどう見ても高木に怯えていたからだ。だが、翔太郎、ごめんね。俺は耳を疑った。晴美はどうして俺に謝ったんだ。私は林翔太郎さんの婚約者です。高木さんとはお付き合いできません。晴美は高木を見据えてきっぱりと言い放った。すると高木の下品なニヤニヤ笑いがひどくなった。へえ、そうかそうか。晴美さんがそう言うなら仕方ない。僕のパパに頼んで林製薬と大谷製薬との取引を打ち切ってもらう。晴美さんのせいでただでさえ傾いてるお前たちの会社が大事な取引先を失うことになるな。その言葉を聞いて俺の頭の中で疑問だったことがつながった。そうか、お前はそれを理由に晴美を脅して俺から奪おうとしていたんだな。晴美が高木と会っていたことを隠していたのも俺たちの会社のことを思っての行動だったんだ。そしてさっき謝ってきたのは会社のことより自分の恋心を優先したことへの謝罪。晴美の献身に俺は胸が痛くなった。取引を打ち切るなら勝手にするといい。それまでニヤニヤしていた高木は俺の言葉を聞くと目を丸くした。晴美も驚いていた。俺は二人に真実を伝えた。高木製薬の次男はどうしようもないバカ息子だし、それを制御できてない社長も小物だと言われて、今高木製薬の評判は下がってるんだ。すでにいくつかの企業から手を切られてることに気づいてないのか。お前に言われなくても林製薬は近いうちに高木製薬とは契約終了するつもりだった。大谷製薬もそうなるだろうな。すでに新しい取引先と話はまとまっているから、今後はそちらと仕事をさせてもらう。お前のパパにもそう言っておけ。お前僕にそんな口を聞いてただで済むと思っているのか。ただで済むどころか利益が出るかもな。高木製薬よりも新しい取引先の方が真摯に仕事をしてくれるし将来性もある。俺がそう言うと高木は何も言い返せず顔を真っ赤にして黙りこくった。俺はびっくりしている晴美を支えて立たせると彼女に言った。じゃあ行こうか。今日は大事な俺たちの結婚式の打ち合わせの日だからな。うん。俺たちは高木を一別もせずにその場を後にした。高木が見えなくなったところで晴美が俺に言った。翔太郎、ごめんなさい。どうして謝るんだ。晴美はあいつに脅されていたんだろ。それに俺の婚約者だってきっぱりと宣言してくれたじゃないか。嬉しかったよ。
うん。はるみはついにこらえていた涙が抑えられなくなったようで、ボロボロと泣き出し、俺に抱きついてきた。俺はそんなはるみの頭を優しく撫でた。そして俺たちは晴れやかな気持ちで式の打ち合わせに向かった。皮肉でもあるが、この出来事は俺たちの絆をより一層強めてくれた。高木製薬の噂は業界では有名で、俺と俺の父親はすでに相談して今後の取引を見直すことにしていた。アルミの父親は会社の利益のためには大口の取引先である高木製薬を切らない方針だったようだが、アルミに汚い手段を使って迫ったことを知ると憤慨し、すぐに取引を中断。高木社長との個人的な縁も切ったようだ。3ヶ月後、俺とハルミは何の憂いもなく愛によって結ばれ、盛大な結婚式を挙げた。林製薬と大谷製薬も業務上の技術提携を行い、協力関係になった。高木製薬は立ち行かなくなり、他の会社に吸収されたそうだ。夫婦になった俺たちは同じ家で生活し始め、新たな人生が始まった。結婚したらどうなってしまうのかしら。幸せすぎて変になっちゃうかも。そう言っていた晴美は、新婚当時は俺の顔を見るたびに嬉しそうに笑うので、俺までつられてニヤニヤしてしまった。35歳の時に俺は親父から社長の座を引き継いだ。今は林製薬の社長として、そして一家の大黒柱として毎日頑張っている。初恋の相手と見合い結婚なんてなかなか聞かない話だと思うが、俺たちを結びつけてくれたおばさんには感謝している。そのおかげで俺は今とても幸せだ。これが俺たちの馴れ初めです。ご視聴いただきありがとうございます。今回の馴れ初めストーリー、良かったと感じた視聴者様はいいねや馴れ初め最高とコメントしていただけると励みになります。それでは次回もお楽しみに。